名 YouTuber のお二人にお越しいただきました。田村かえさん、ベテランさん、自己紹介お願いします。東京大学理学系研究科物理学専攻の田村かえです。骨は3回ぐらい折ったことがあります。すごい。今年の正月にあの西宮の神社をダッシュしまして一番になりました福男と申します。よろしくお願いします。はい、ということで本日審査員をしていただくのはおなじみの池上コフさんです。池上さん、お願いします。どうも、池上コフです。よろしくお願いします。池上さん、早速本日のテーマをお願いします。はい、今回のテーマは就活は必要 VS 不要です。ということで、じゃあ早速お二人にはどっちが必要、どっちが不要の立場に立つかを決めていただいて、まあ、決まったら早速モチベートしていただければと思います。どっちの立場にする？まあ、どっちでもいいですよ。あ、強そう。え、本当の本当だとその必要と思いますか？え、それこの就活必要不要ってどういう意味で？じゃ定義決めた方がいいですよ。でも定義は、あ、じゃあこっちで決めちゃった、うん、開始前に決めといた方がいい。どっちがいいですか？まあ、あのそれも含めて心理戦して立場決めてからでも。あ、なるほど、なるほど。もう全部任せる。もうえ、もうなんか、いや、それ任せるのは私が任せたい。でも任せた方がさ、上に立てるから。いや、でも任せますよ、マジで。じゃあ任せる。俺はじゃあ必要ということにします。あ、そっちなんだ。わかりました。バカにしてんの？俺が留年してるからバカにしてんのかって。あ、そっちでいいですね。必要だろ。あ、わかりました。普通に考えて。じゃあ就活不要で行かせていただきます。完全な茨。はい、じゃあ初めにお二人意気込みをお願いします。表歩けなくさせてやります。いい意味で。そんな恥ずかしい。いい意味で。天皇みたいなこと。ジャスティン・ビーバーみたいになる。このディベート一発でバズらせてあげます。おっしゃ。受け身を取ってくれる。まあ、見てる人はやっぱ就活チャンネルだと思うんで、就活したくて見てる人が多いと思うんで、そいつらの思いも背負って。めっちゃいいこと言うじゃん。株式会社ダイアリー旬の思いも背負ってちょっと頑張りたいと思います。はい。あ、では早速ディベートの方お願いします。よーい、スタート。はい、ということで、就活は必要だと思います。なぜですか？必要だからみんなやってると思います。てか就活が必要っていうのは基本一般的な意見というか、うん、世の中的にその異端なのって就活不要の方だと思うんで、ちょっと一回喋ってもらっていいですか？待って、全部論破する。不要、なんで不要かっていう話、一、うん、回考えさせて。え、いいよ。じゃあちょっとその間、じゃあ必要っていうのを喋るわ。ああ、 なんでまあ必要ってなってるかっていうと、多分会社目線やった方が人入れやすくって、だからやってるっていうこと で、まあ、大学卒業する人、高校卒業する人ってまあ全国で1年あたり何万人っていて、でそいつをまあ効率的にこう取り入れた方がでかい会社はどんどんまあ成長できると。でそれに対してこう入りたいっていう人が今現状いるわけよね。新卒で就活を経験してでもいい会社に入ったり、まあ、自分のしたい仕事に就いたりしたいっていう人がいて、でそれのマッチングというかを一番効率的にやるのが就活だよっていうことになって、今各会社がまあ就活やってるっていうことなんで、はい、まあ、基本的には有効というか必要なんじゃないかなと。じゃあ就活する側に立ってみると、その学業がやっぱりおろそかになるっていうか、就活をするっていうところで一個時間が取られるわけじゃないですか。そうで、就職活動そのものにはあんまりやってたこと全てが生きるわけじゃないっていうか、受験勉強は今まで学校で勉強したことをそのまま試験で聞かれてるので結構一本道な気がするんですけど、大学で学んだこととかがそのまま出るわけじゃないっていうか、就活の専用の知識とかが必要になってくるので、一個こうなりたいものになるために余計なエネルギーを割くことがある。だから人生としてちょっと豊かさが減るんじゃないかなっていうのが、あとやりたくないことをやる時間が増えたりして、まあ、だから今の不幸が増える。ざっくりまとめると、それまで高学歴ルートみたいな、まあ、その頑張って勉強してみたいな感じでルートがあったのに、就活っていう別のルートが発生して、でその本来大学生がやるべきことである学業がおろそかになったりしたら、これはその不要なコストを払うみたいなことですね。そうです。就職活動っていう名前がそのままついてるってわけだから。でも今のはなんか見方を変えれば完全逆の話というか、それってなんかここまで東大生として生きてきて学生目線で見てるからそう思うわけであって、でも社会っていうのは基本的にはその学校とかが終わって、そのみんなでまあ基本的には経済的な活動をしてお金を稼いで、まあ、それが会社じゃなくてもいいけど仕事をしてお金をもらってっていうのがあって、でそのシステムの中心になってるというかメインになってるのが今の社会だと、まあ、会社に属して給料もらってっていうことになってるわけだから、むしろその就活っていう方が本質的な努力というか、で会社はその就職活動っていうのは採用するときにこういう人が来たらいいよねっていうのを基準にして採用してるわけだから、
こっちの方がむしろメインであって、その無駄なのはむしろその無駄って言ったらその言い方あれですけど、なんだろう、就活っていうのが本質的な努力じゃないっていうのは全然間違ってる気がするというか、就活と学生生活っていうのを比べた時に学生生活の方が本質的であるっていうことを根拠づける理屈があなたには今何もないです。ちょっと待って、いえそのイヤホー、いえでイヤホー It's me マリオ。今議論してるのは学生の私だからそう思うのは仕方ないじゃないですか。うん、だからアホやったってことだよね。はい、バイバイマリオ。いや別に、まあもちろん別にあなたは悪いと思ってないですよ。でも間違ってます。間違ってるんですか。うん、だって不要じゃないや今の話だって。不要って思ってないですもん、だっていや俺は不要やと思うけどな。じゃあそっちで やります。いや全然、結局だって会社に入って、まあ、仕事するとしてもそれまでにそもそも個人でなんか仕事に近いような活動をそれぞれがしててスキルを身につけたりとか、はい、でそれで自然にこうなんか各自の向いてるところにこう入っていけるんだったら、わざわざその就活向けの自己分析やってとか、就活向けのテスト解いてとか、就活向けのエントリーシートとか書いてとかを減る必要は本来ないはずというか、はい、そこをいちいち整理整頓するのに会社側も客側もまあ無駄なコストを払ってて、でその無駄なコストがなんで発生してるかって言ったら、その人材業みたいなので儲けてるこの、 あの武器商人がいることで戦争が生まれるみたいな、だその就活会社みたいなやつらが意味もない就活みたいなのをどんどんエスカレートさせてると思うから、俺は不要やと思う。うわっすごいわヘラヘラすんなよ一回両方からも必要だと思います。今の俺間違ってた、今の俺の意見。いやまあその意見はまああるとして、あるとして、就職活動っていうのを経ないと自己分析ができなかったり、どの企業に入ればいいかっていうのを、うん、そのきっかけとして、うん、自分の人生を見つめ直し、なんだまた再スタートできるきっかけとしては使える場ではないのかな。現状そういうのを必要としてる人はいるっていうこと。そうです、最初から自分でその骨つながりとか向いてるかなって思ったとこに流れで入っていくってなると、やっぱ環境頼りになっちゃうので、一回平等なとこに立ってもう一回自分で頑張るっていう、そういう活動が人生の中で一回の分岐点としてあるのは大事なんじゃないかなって思いますよ。まあまあ個人目線は確かにそういう人の中にはいると思うんですけど、このシステムが就活ですっていうのがどんどん今こう固定になっていってるというか、まあ、今の話も結局就活っていうのはこうですっていうのを就活やってる側がこうばらまいてるからそうなるんだって、もっと違うよねっていう、もっとこう、まあ、今僕が言ったようなその自然にこういろんなところに自分に合ったところに行けるような仕組みを作れるんじゃないかっていう認識をみんなで持って、不要の方に行った方が世の中として無駄なコストが減るんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょう。実際例えば大学入試とかも同じような仕組みでずっと勉強して上の大学に行くといいよねっていう、でそれは均一な大学入試のシステムにしてるから、そのみんな平等で一回こう環境とかがリセットされるからいいよねっていうのでやってたものが、それじゃ効率悪いからペーパーテストの配分減らして、なんかその人が本当にやってきたこととか高校時代の人生とかを見て選べるようにしましょうよみたいになってる流れがあって、それと同じようなことが就活にも言えるんじゃないっていう話になったら、今の就活制度ってどちらかといえば不要っていうことになるんじゃないかなって思うんですけど。大学入試だって個人のそれぞれを見るっていうのも結局就活と同じようなことをやってるんじゃないですか。どこを志望するとか、うん、これまではね。いやでも今形は変わる、でもそれはだから就職活動と同じようなことをやってる。ああじゃああなたはもう全部を就活だと思ってるんだ。その今の話だと新しい形でなんか俺が言ったような今の就活と違う形の就活ができたら、それはもう新しい就活だから。でもそれは就活じゃないですか、新しくても。じゃあ俺らの向いてる方向は一緒なんだ。今の就活制度はいらなくて新しい方に行きたいっていうことを俺は言ってるんで、はい、それを就活に包摂しだしたらそれはもう企業に入るっていうことは全部就活になっちゃうんで。そうなんですよ。じゃあよかった。だから就活がいらないっていうのは無理です。はいはい、ということで、ディベルタイム終了になるんですけれども、お二人感想の方いかがでしょうか。割とやれたんじゃないですかね見てる人は分かるでしょう結構自分では自信の方がありますか。見てる人に判断してもらいたいかなって思います。かっこいい出せるもんは出したんで、審査員とか任せます。フランスさんどうでした。美しかったよね。完全に美しい、完全な美を体現してしまったなっていう感じがして、あとまあ普段俺がプライベートで女性にこれぐらい高圧的だよっていうところもまあ見せれたかなって思いますっていう意味で良かったです。ありがとうございます。
ということで池上さん、勝者はどちらでしょうか。勝者はベテランチさんです。フォー、はい、その理由をお願いします。ちゃんと根拠を述べてたのでよかったかなっていうところと、まあ論点を意識してどの辺が争点になってるかなっていうところを、まあ、先ほどのね、それも就活と呼ぶなら同じこと言ってるじゃんとか、何が今争点になってるかみたいなところを意識して進められてたかなと思います。田村さん、いかがでした。そうですね、田村さんは独特の斜め上から意見をおっしゃってたんで、意外とそれに対応するのも結構ね、あの変化球的な感じで難しかったんじゃないかなと思うんで、まあそれはそれで作戦としては変化球ピッチャーとしてはありなのかなと思いましたけど、普通に評価するとまあ一旦あのベテランさんの勝ちってことになるんじゃないでしょうか。これ真面目に言うと定義はちゃんと最初にした方がよくて、例えば就職とまず就活は当たり前だけど違うわけで、でもたまに就職は必要かみたいに聞こえるような主張が一部あったかなっていう気がするので、その初めにまず就活っていうのを定義をまあお互い話し合った方が、まあ就活の時のグループディスカッションだったらきっとその辺すり合わせるんだろうな的な感じですね、はい。就活の時だとどれぐらいまで前提条件すり合わせたらいいんですか。基本的には全部反対ってことじゃなくて、多分一部反対ってことになると思うんですよね。まあ一致するところもあれば、まあ、一致しないところもある。それがあの切り分けられてますよっていうことが面接官に伝われば、まあ OK なんじゃないかなと思います。ありがとうございます。はい、ということで、今日の感想をまず田村さんからお願いします。まあ、就職活動が必要かどうかっていうのを就職活動に関するチャンネルで言ってたので、どうすればいいのかなってはい、なんかすごいいろんな袋に入ってる感じがして大変でしたねでもいい汗かきましたありがとうございます。ベテランチさん、いかがでしたか。そうですね、今日はやっぱりディベートする側として出演させていただいたんですけど、なんかやはりディベートさせる側の権力というか、結局僕たちは今高橋さんに支持されてディベートをさせられてるんだなっていう、でこれは社会に出ても同じことだろうなと思ったんで、まあ、今後はその踊らせる側というか映画監督目指して頑張っていきたいです。はい、ということで本日出演していただいた池上さんとベテランさんと田村さんの SNS は下の概要欄に貼っておりますので、ぜひそちらもチェックしてみてくださいで、就活本格化してくる時期だと思いますので、ぜひ皆さん就活頑張ってください。頑張れよ、頑張れということで本日皆さんありがとうございました。せーの、じゃあの下克上っていう感じで気合入ってます。勝ち上がりたいって、はい、で取りたいと、で勝ち取りたいと、絶対に残りたいと思ってます。人生で挑戦してきたこととかは、まあ、全部成功してきたので、最終面接を通過した人は内定をかけ集まった6人の就活生、1泊2日で内定が出る前代未聞の選考に挑みます。それって割と誰でもできること、言語化はできていないな、やめてください。本当にこんなバカ笑いしてる女誰も取りたくありません。ダメでしたね、自信を失ってきてます。選考時点で楽しさ感じられて、本音は辛いちょっと怖かったです怖かったです